よくぞ戻られた。わからんときは一度仲間と話し合ってみるのもいいだろう。よし、行きますか。お、間違えた。便利ボタン。あ、そもそも樽は持てねえや。守りのため使うぜ。使う。2、ああ、1だ、外れだ。もういい、今回はリセットなしだ。小さいな。何、聞いておったのか。何のことだろうかわからないだろうからな。何のこと。次の目的地は関所か。関所だけど、まずは滝の上の家に道具袋を返しに行こう。せっかくだから俺は滝の上まで行くぜ。イベントか。おう、キーン。娘の願いは叶ったか。どうじゃった。ん、カクカクシカジカゴーン。ドルマゲスジャッタだと。自分の師匠に何ということ。南、すぐに奴の後を追うのじゃ。出発じゃ。キーン。んちゃ。まずはこっち、裏口だな。表に回って、もう連打で楽勝だぞ。逆か。裏に回らないとダメだ。マップがあればな。ビビビビビビって言われてしていきましょうということで、猫だ、猫だ。脅かしてみようか。脅かす。ああ。時々アイテムを落とす時があるんだっけ。この辺の敵はもう脅かせるようになったけど、ブーメラン装備してるから攻撃した方が早い。ほらほら、また来たのかお前は。お、革の帽子借りたいんじゃないか。ほら、ラッキー。守備力アップ。この川は一角ウサギの川かな。戦いは残酷なものだ。リリパッドだ。来いよ。シンボルエンカウント。不屈のスナイパー。いけるか。おお、銃。上げなくてもいいだろ。力はあかんて。
クルトン。クルトンの方が効果低いよな。シンボルエンカウントの敵はちょっと強いんだな。気をつけないと。お、モンスターどうか。換金アイテムか。錬金アイテムか。で、ここの橋はダメ。確かここからこんな感じで進んでたら滝の上まで行けたような気がする。夜が近い。ホイミー、なんだその MP 低いな。こんな感じで戻ってたら上に行けたような覚えが。スライムスライムしましまキャップ。これか。あれ道に戻ってきちゃった。あれがあれの裏から回るんだった。まだこちらに気づいていない。夜が近い。一角ウサギレベルアップ。勇気が今9か。カフェロスまでは勇気でいいかな。しましまキャット。ここだったかな。ドラキーとしましまキャット。さあ何もらえるんだろう。もしかしてこれルーラでこれたとかないよな。今更だけど。よかった。ドラキー。ドラキーお金持ちだ。別に多くはないけど。よし到着。チーズ。これだろ。何か礼をしねえとな。ちっこいネズミですよ。かわいいだろ。普通のチーズ8個。チーズをやればもしかするともしかするかもしれねえぜ。これが表口？表口閉まってんのかな？アイドル。表口だよな。あ、解放したのか。なるほどね。
表口から行った方が良かったんだな。なんかドラゴンレックスがいるらしいんだよね。絶対勝てないけど裏にアイテムがあるという話よ。いるわ、まあ、当然加点レベルの強さらしいからスルーいますね。ちょっと気づかれてんねんか、これ。ドケソだろ、マブルスナインズ行ったらドケソ。うわ、来てる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 。命の木の実。こいつは怖い。金502か。うん、ダメだ、戦えない。バイバイ。よし、命の木の実。リセットなしで常に主人公使い。ほい。参加全部外れじゃねえかこれ。全部一番少ない数な気がする。これで取ってないのは やっぱまた裏の方か。マップのアイテムが辛い。早くトヘロスを覚えたい。ゲット。あかね、捨ててこパンツ。渡す。ヤンガスの守備力が大幅アップ。猫だ。猫じゃなかった、犬だ。よし、これでアイテム回収完了だな。結構無駄に MP も使ったから、宿屋で寝てから出発しよう。じゃあ関所に向かおう。関所、さあ未経験値と2ゴールド。ここ左だよな。教えて。滝、関所。プークスクスじゃねえや。プークブック。なんという広大な土地。馬だ。馬に乗るとかないのかな。いいんじゃねえよ。そういうのないんだね。あ、この間の道具袋見つけたところだ。
で、ここで。この先、関所。じゃあ。あ、そうだ、チーズ試してなかった。フェクションって言ってもボロボロ？ボロボロじゃねえか、このフェクション。もったいないけど、チーズ試しとこうかな。どうよ。あ、出してねえ。チーズ渡す。あ、1個か。8個とか持てないんだ。破れてるな、ここの石像。イベント前に来たらちゃんとなってたのかな。もう新しい地域かな。裏道に何かありませんか。あったじゃねえか。大木槌だ。結構強かったよな、大木槌。強い、やっぱり。やばいやばい。42、一気に上がった。スライムピアス装備できるやついるのか。守備力、あ、できるな。装備装備。守備力4とか上がりすぎだろ。顔の防止より高いぞ。ピアスつけただけで守備力プラス4。スキッパー、すぐ使ってみよう。チーズ2。素早さ早いな。血の息を吐いた。弱えわ。よし、普通のチーズは使うことない。なぜチーズを食うと火を吐くのだろうか。まあすごいネズミと思っておこう。アップダウンの厳しい道だ。お、風車の見える町がある。タホドラキー、やばい。お化けキノコの甘い息が怖い。ルカダンはまずいって。あ、こんな下がんのや。もう一丁。装備整えといてよかったな。ザコが結構強いぞ。奥じゃなくて手前か、こっちか。門がある。ようこそとか書いてる。うん、読めん。とりあえず到着。和やかな雰囲気。ログハウス。匠の技によって作られたログハウスは。あ、少年だ。お鍋の蓋装備してる。待て、お前たち何者だ。いや、分かっているぞ。こんな時にこの村に来るってことは盗賊団の一味だな。何を言っている。サーベルト兄ちゃん、聞いたことのないキーワードが。マルクとポルク、いざ尋常に勝負。何、ガチでやっていいのか。いいの、やっちゃっていいの。俺、子供にも遠慮しないよ。あ、おばあちゃん、旅のお方じゃろうか。
痛い。ゼシカお嬢様。あ、ゼシカは知ってる。フラフラしよってからに、いっけね、そうだった。すみませんね、旅の方。村に不幸があったもんじゃ。村のものにでもきっといいじゃろ。まずは武器屋かな。新しいブーメランねえかな。石の斧、ヤンガス。ヤンガスは斧メインで行こうと思うからね。石の斧は欲しいな。だからその前に防具、鱗の鎧、鱗の盾、武器だな。石の斧買おう。ヤンガス。そしてまずは村をね、探索して金探すか。多分いろいろあるだろう。リーザス村です。聞いたことありませんわ。リーザス像の瞳に埋め込まれている宝石。何、これはもらえるフラグなんですかね。約束、もらえるものは何でももらうぜ。よし、やっぱあるね。ドラクエっつったら、新しい村に行ったら一番初めにすることはアイテム巡り。家の裏から隅から隅まで、井戸の中まで逃すところはないぜ。村の名士アルバート家の跡取りであるサーベルト坊ちゃんが何者かに殺されてる。井戸発見。井戸端会議。こんなことになろうとは。奥様とゼシカお嬢様。家からとか威張ったりせずに住んで、村の用心もしてくれてたのさ。世も末だよ。何にもねえ。裏から話しかけると、サーベルト坊ちゃんはアルバート家の跡取りだけあって、剣も魔法も達人級だったんですよ。殺されるなんて。この袋は調べられない。あらくれ。知ってるか、機械の魔物には心ってもんがないんだとさ。絶対に逃げないらしいぜ。ゾンビもダメだぜ。ゾンビと機械は脅かしてもしょうがねえんだぜ。ワイルドだろ。ワイルドではない。教会でセーブする前にとりあえず一通り巡っときますか。やどや。ほらほら、聖水、聖水も敵出なくなるんだよな。カフェロスを覚えるまでは聖水大量に買い込んでいこうかな。にゃおー。あれってハクビシン？猫だよ。老人、長老か。年に一度のリーザス像の姿を見るのを楽しみに今日まで長生きしてきたというのに、無理じゃろうか。話がつかめん。東の塔に行くのは年に一回。あ、そういうことか。聖なる日は敵出ないんだけど、盗賊団が出るんですかっていう。キメラの翼。キメラの翼は1個か2個ありゃもういらねえな。金に換えちゃおう。旅の商人です。こじ開けられたように殺されていました。
ああそういうことか、ドルマゲス、ドルゲマス、ドルマゲスかな、が石章を打ち破ってこっちに来たってことか。本期間冒険大王、町には昼の顔と夜の顔がある。昼と夜で別々の話だぜ。じゃあちょっと寝るのは待とうか。話終わらしてから夜まで寝てまた聞くか。うちのお父さんがね、ボンキュボーン、ナイスバディ、ボンキュボーンになれない、そうだね。セーブしないけど教会の中も探索しておこう。さっき子供たちが迷惑をかけたね。調べられない。到着。なんもねえここ。セーブはしとくか。はーい。いいよ。